上野彦間明治37年5月22日は、幕末期から明治時代にかけて活動した日本の写真家。日本における最初期の写真家で、日本最初の戦場カメラマンとしても知られる。豪白系。家門は、貴郷の任。天保九年、長崎銀山地で、蘭学者、上野俊之の城、春の城の次男として生まれる。広瀬丹僧の私塾。 管理園で2年間学び、管理園を離れた後の安静5年には、オランダ軍医、ポンペファン・メールデル・ホールとを教官とする医学、伝習所の中に新設された精密試験所に入り、生理学を学んだ。この時、蘭書から出版写真術を知り、大いに関心を持つ。同僚の堀江クワジローらと共に乱所を頼りに、その技術を習得、観光財に用いられる。 科学薬品の自制に成功するなど、科学の視点から写真術の研究を深める。また、ちょうど来日したプロの写真家であるピエール・ロシエにも学んだ。その後、堀江と共に江戸に出て数々の写真を撮影して字幕を開き、文久2年には堀江と共同で科学解説書、生味極筆経』を執筆する。同年、故郷の長崎に戻り、中島下半で、 上野撮影局を開業した。ちなみにこれは日本における最初期の写真館であり、彦コは日本における最初期の職業写真誌である。同撮影局では、坂本龍馬、高杉晋作ら幕末に活躍した若き詩子や、明治時代の交換、名詞の肖像写真を数多く撮影した。維新後の明治7年には、金星の太陽面通貨の観測写真を撮影。 明治10年には西南戦争の戦績を撮影、同年に開催された第一回内国官僚博覧会では大鳥門法賞を受賞するなど、その写真は歴史的、文化的にも高く評価されている。一方で海外に視点を持つなど写真業繁栄の傍ら更新の指導にも当たり、富江利平や田本剣作りら多くの門人を排出した。明治37年、長崎で死去。 去年67、ありがとうございます。